おっしゃーリオルスです。それでは本日も刀剣乱舞始めよう。はい、ゲームスタート。派手に行こうぜ。派手に行ってやるよ。どうなの。ミュージカル刀剣乱舞、うん、を申し込みできますよと、うん、ね、刀剣乱舞大演練控えの間、うん、ライブ配信を行います。はい、あの今のイベントが終わる日ですかね、11日。はい、なるほど。後から視聴できる見逃しパック付きありがたいね。うん、多分このぐらいの時間で僕お仕事行ってるしね、うん、そして継続また新たにね、うん、4種類増えましたね。はい、もう可愛すぎだろこの子どうしたってぐらい可愛すぎるだろ。はい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 。で、またね、新しい、うん、いい光の差し方してますな。いいとこに本丸立ててんな。はい、継種二重四石白露林道。はい、ありがたいことに、うん、振り仮名振っておりますが、これはさすがに読めたかな、うん、あ、これちょっと微妙だったかもしれない。林丹とか言ってるかもしれない。いやー、どうだろう。はい、いやいやいや、ありがたやー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 。次郎たちと飲むと格の違いを思い知らされるな。格が違うぜ。さすが新規に片足引っ掛けてるだけはある。はい、で、新たな、そっか、継走か。でも今のイベントでね、うん、小判使いまくってるよね。うん、継走入手、そうだよね、10万切ってるもの。どうだろう、小判どんぐらい溜まってる。97,723からまあいつもね欠かさず、うん、つまみ買ってかねえか。つまみ、あんたは何食いたい。遠征でね、うん、大箱と中箱拾えるやつやってるから結構は溜まってるんですけど、まず小判600、82開いたら32,800、大を55個開いたら38,500。さあどんぐらいになった、どんぐらいになった。継種からまた戻って継続入手、169,623。あ、これ一着いけるんでは、いけるのでは。いいよね、16番あったら一着ぐらいはいただいてもいいよね。うん、で、新しく来たのが茶炭なきり。もうなんだこの可愛い生き物は。はあ、で千代さんね、うん、でうぐいす丸。はあ、ありそうでなかった、うぐいす丸。大金平さん、この貫禄よ。いいねこの手、うん、貫禄よ。はあ、なるほど、増えてきたな。このソファ屋さんの大物感がたまんないな、うん、さてどうしよう、悩んでいきますな、うん、はい、今回はこちらの方に来ま しました。大金平さんです。あ、いいですね。貫禄あるな、うん、強そう。ね、まあシックな、うん、黒で、うん、決めて、うん、かっこいいですな。はい、で今のイベントでもね、大金平さん、うん、来てくれると嬉しいので、それを、うん、祈って、はいはい、大金平さんにいたしました。うん、よろしくどうぞ。はい、それじゃあ本日はですね、まあ旅に出ている、うん、お手きねさんのお手紙と、はい、期間と、まあ戦闘、うん、一戦ぐらいもう見ていきましょう。それではよろしくどうぞ。おっす、旅に出るなんていうのは軟弱な剣がやるものだ。いつか旅に出ることあるかもしれないぞ、君も。うん、ていうか来るんだよね。うん、楽しみだな。はい、お手切れより手紙が届いています。うん、そうか、一体どこに修行に行ったんだろう。餃子の王将か、主。いやー、仮装でいいのかな。仮装は懐かしいな、数百年ぶりになるのかな。俺を作らせたのはここの有機晴れ朝、うん、ちょっとごめんなさい、勉強が足りなかった、全然足りなかった。有機様だからな、うん、里帰り気分だぜ。
いや、羽を伸ばしてばかりもいられないんだけどな。俺は三名僧として日本語やトンボキリに負けない力を手に入れなきゃならない。もう二人そう極みになってるからね、うち。うん。おや、あそこにいるのは秀康様か？なん、その手紙の切り方はどうなの？おや、あれは秀康様か？終わり。また書くぜとかそういう締め方しようよ。はい、じゃあ、元主か何か分かりませんが、うん、もうちょっと勉強してこよう。はい。2通目お待ちしております。はい、はい、お敵ねより手紙が届いています。いやー、昨日はさすがにね漢字読めなすぎたんで調べてきました。今回は、うん、お敵ねさんが言ったのが下総の国、うん、あの千葉県の北部らへんらしくて、で、おてぎりさんを作らせたのが結城晴友さんで、で、最後に出てきた、あれは秀康様かなっていうのが徳川家康の次男の秀康さんで、その結城晴友さんの姪と結婚して結城氏、になると。というところは、はい、学びました。はい。で、なんか黒田さん、キリシタン大名の黒田さんの計らいでなんか結婚したとかどうとかって、うん。を、まあ、斜め読みしてきました。はい。春友さんですね。うん。そうだ、朝って書いて、友って読むんだね。うん。主へ。秀康様のもとで俺は元気にやってるよ。ただ、このままで俺は強くなれるのかという疑問がな。秀康様は武勇に優れた方で、槍だった頃の俺を振り回すのにも申し分ないわけだ、方だったんだけどな。そう、なんか家康、うん、父親の家康と、なんか、うん、認め合った、武将として認め合った仲だとか、どうとかって、うん、でも書いてあった。残念ながら戦で武功を挙げる機会に恵まれなかったで、あ、そうだったんだ。うん。つまり、ここにいても俺が戦闘経験を積む機会はないんだよな。ほう。そうだとしても、せめて、トンボ切りには負けられん。元は俺と日本語が、槍の東西比較だったのだし。いやいや、そんな要求じゃダメだ。手紙なのに、基本的に語り口調だね。うん。話しかけてきてる感じだね。うん。はい、面白いなぁ。うん、歴史学べますね。はい、ありがとう、刀剣ラム。ありがとう。うん。おてぎねさん。それじゃあありがとうございました。明日は待ちましょう。おっす。はい、来た。お手稲より手紙が届いています。さあ、読んでいきましょう。うん。ラーメンの修行は終わったのかな？うん。主へ。俺がここに来た意味、ようやくわかった。お？お？秀康様は武勇にも人柄にも申し分なく、家康公の次男であるにもかかわらず、自分ではどうにもできない運命に翻弄されて天下人にはなり得なかった。そして病のせいで今34歳で亡くなった。若いね、もったいないね。その無念さを見取ってやる必要があったんだ。俺がこの後どうなろうと秀康様には伝わらないし、俺の自己満足かもしれない。それでも秀康様の代わりにその持っていた槍が天下一になれば秀吉様の名も上がるだろう。ああ、なるほど。まあ確かにね、確かにね。うん、あのすごい槍、うん、秀吉様の槍だったんだぜっていう感じでね。うん、なあ主、俺が天下一の槍になるのを手伝ってくれないか。ああ、いいね。ああ、いいな、そういうのも。うん、ありだね。今まではね、こう主を守りますとか、うん、ね、主と共にっていうのもあったけど、俺は天下一の槍になるの手伝ってくれないか。いい、新しい、うん、なんか、うん、ゾクッときたものがあった。熱いものを感じたね。うん、いいね、頑張って目指していこうぜ天下一。うん、はい、ありがとうございました。それじゃあ明日の期間を待ちましょう。うっす。来た。うん、正直全く想像がつかん。うん、刀剣出しが戻ってきたようです。おっと、この槍を見ろパターン。自分を見せて
つけていくパターン。お、かっこいいじゃん。おい、かっこいいじゃん。これ何これ。三名層お手切れ、はい、今戻ったぜ。これならいくらでも敵をつけそうだ。おお、ちょっと鎧成分つけちゃって、まあかっこいいな。うん、普通にかっこいい。はい、お帰りなさい。はい、俺たち虎徹は大名道具。あ、はい。それを従えている主への評価も高まるというものだよ。助かります。はい。じゃあ見ていきましょう。おっす。はい、こちらがチャーハンだけではなくラーメンもうまくなって帰ってきたお手ぎねさんです。おお、任せてくれよ。いいね。頼れる兄貴になってきたじゃないの。ああ、いいぜ。おお。三名僧として活躍してやるよ。おーおーおお。いやー、普通になんか、うん、貫禄ついて、うん。小さく機能がまとまった装備が好きなんだよ。ほう。小さく機能がまとまった装備が好きなんだよ。そうか。小さく機能がまとまった装備が好きなの。なんでこれ3連続で同じこと言う方結構いるんだ。たまにね、3個つけて3個とも全部違うセリフ言ってくれる子もいるんだけど、3連続で同じっていうのも結構あるんだよね。小さく機能がまとまった装備が好きなんだよ。見た目だけで装備を選ぶなよ。総兵だから総兵をつける。小さく機能がまとまった装備が好きなんだよ。戦で生かしてみせる。おお、そうだよね。うん、馬はいけるはず。今日は俺の言うことを聞いてもらうぞ。おお。お守りか。うん。あんたの心遣い受け取ったぜ。おお。いいね。あ、出陣じゃない。出陣じゃない。ああ。そうですね、そうですね、はい。戦闘でいいんだよね、うん。いや、かっけえな、マジで。うん、素で、元からないけど、語彙力、素でなく、本当になくなる。いや、いいな、この鎧のね、うん、忍ばせ方っていう。うん、この鎧の、うん、比率がいいな。これは謎だけどな。これピッてやるとスイッチが入るのかな。え、あ、今スイッチ入ったみたいな、やる気スイッチかなこれ、うん。あー、いいね、程よい武装、うん、あまり重すぎず、うん、軽快に動いて、うん、ね、はい。で、防御力もそこそこに、はい。じゃあ登頂。おー、じゃあセリフ。脇差しの支援がないととてもやっていけないよ、俺は。おお、極めになっても、うん、脇差しは頼りにしてますと、うん。他の槍連中や王たちと一緒にいると、うん、見上げないといけないから首が痛くて。そうなの。身長的にどんなもんだったっけね、おてぎねさん。他の槍連中や脇差しの支援がないと安易な挑発には乗らないぞ。これつつきすぎかな。あれもう一個普通のが。他の槍連中脇差しの支援が、脇差しの名前に合わせて作用を作るとかやめてほしいよな。でかくて重くて大変なんだ。ああ、やっぱり鞘は邪魔なんだよなってね、うん、ログインの時言ってるもんね、うん。じゃあ登頂見ていきましょう。いやー、これで槍も揃ったね。うん、あとは東四郎三兄弟と三兄弟、残り三兄弟、あ、残り二兄弟、あれ、前田くんと毛利くんと、うん、あと、あれだよね、二郎さんだよね、あれ、あ、いらっしゃった。おー、あ、でもここの部分は前からあったんだな、うん。あー、でもいいな、この、うん、懐かしの勇気から帰ってきた、はい、三名僧が一本お手ぎねだ。はい。槍だった頃の武法は大してないが、そんなものはこれから作る。うん、なあ主、
俺を天下一の槍まで押し上げてくれよ。はい、よろしくお願いします。いいね、こう共に歩んでいこう感のね、うん、手紙もね、あ、最後の手紙も、うん、ああいうの好きです。はい。ちょっと洒落てるな立ち方が、うん、はい、まあこの戦闘は変わんないよね、うん、ああいいねいいねいいね、はい、じゃあ戦闘頑張っていきましょう。はい、これからもよろしくお願いします。うん、真剣必殺で何か変わるかな。はい、ありがとうございました。はい、というわけでもうね早速、うん、もう自宅モードになってる、うん、お手ぎねさんですが出撃行ってもらいましょう。出陣じゃ、出陣じゃ、さあ戦だ、いざ出陣、いざ出陣。気合入ってますね。連帯戦のちょうど今ね、うん、溜まっておりますので、で行ってきましょう。これね、あの今チャタンナキリさんなしでやってたんですけども、それでも4 プラスで溜まりましたね。やばいな、結構出ますね今回、ありがたいこっちゃ。そしてあと、うん、およそ3万5000強ですね。はい、これはなんとかなるかなで油断してるとやばいんで、うん、駆け足で行きましょう、うん。はい、今挙げてるのはこちらの6振りですね。はい、お手ぎねさん、河川さん、八塚さん、堀川くん、平野くん、やげんさんという形で、はい、やっていきましょう。まあ、担当のお二人はほぼ、うん、まあ、レベル上げもそうですけども、まあ、用心棒みたいなもんなんで、はい、じゃあレッツゴー。変が三層が一つ、敵で突撃する、突撃するあれ、行くぞ行くぞだったっけ前、うん、前の行くぞも好きだったけどね、うん、敵ね行くぞっていうね、うん、そこは僕の前です、僕の前来た、てばいいよ、ね、おっとやっぱ内型な、つらいつらいつらい内型な、もう槍もやっぱつらいな、鎧なんだ、髪と同じよ、そこは僕の前だよ、またもう僕の前パート2 担当と脇差しの3人が2回やってくれました。はい、ありがとうございます。一番、くー、いい響きだぜ、くーいいですね、これ連帯戦はとりあえず、うん、舞台長にしてる人の、うん、誉れボイス聞けるのがいいな結果はどうあれ、うん、くー、はい、ありがとうございました。あ、これからも頼むぜ。槍もね、うん、極み3人揃いましたんで頑張っていきましょう、うん、他の2人に抜かされないように、うん、抜かさないとだよね、うん、あ、八塚さんおめでとうございます、1万7000ありがたやー、ありがたやー、新たな刀剣を発見しました、ウェルカム、ウェルカム、ウェルカム。はい、次の方の連結相手になってあげてください。ありがとうございます。はい、というわけで夜になりました。うん、じゃあ次の方、うん、イベントでね、どんどん手紙なくなったと思ってもイベントで、うん、またくれるんで、ありがたいことに旅に出させることができます。はい、じゃあ前田君行ってもらいましょう。はい、また東四郎。東次郎まだ3振りいらっしゃいますんで、前田君じゃあ行ってもらいましょう。おう、いやー、前田東次郎の様子がいつもと違うようだ。主君、はい、ぜひ聞いていただきたいことがございます。何かな。修行に旅立ちたいだと、なんだって。団長の思いでよかろう。というわけで、うん、行ってらっしゃいませ。はい、じゃあ、はい、本日もご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それではお手ぎねさんのお見送りボイスを聞いてお別れしましょう。おい、いつものようにね。はい、ではよろしくどうぞ。ああ、すぐ戻ってくるだろう、参勤交代でもなし。あ、変わらないね極みんな、極み前も言ってたね、参勤交代。じゃあ、ありがとうございました。失礼します。おうっす。